一度入ったら死ぬまで虐げられる収容施設、その中であなたは正気を保てますか？1949年1月、岡山県吉備郡岡田村。ここか。ちょっとの間世話になるとするか。白壁に囲まれた大きな建物の前でそうつぶやいた男は北川藤一郎。日本全国を放浪しながら活動していた自称詩人の男でした。そしてこの日、北川がやってきたその建物は岡田厚生館という福祉施設。職を失った不老者が街に溢れていた戦後の時代、人々を支援し社会復帰を促すための場所でした。旅の資金も底をついてきた北川は、割のいい仕事があると誘われこの施設へやってきたんです。ようやくマシな飯にありつけるかな。何の気なしにその施設の門をくぐった北川、しかし彼はすぐにこの岡田厚生館を訪れたことを後悔します。なぜならそこは月間60人もの死者が出るこの世の地獄だったから。月間60人もの死者が出ると噂される曰く付きの福祉施設。施設の職員たちは残虐非道の限りを尽くしていたんです。苦しむ人々の上に成り立っていた昭和の貧困ビジネスの正体とは。おそす、ルナが猫じゃらし壊して3000里、ケンちゃんです。桜餅の季節です。ヤミコです。あなたさ、桜の葉っぱ、うん、もう一緒に食べる人？俺は食べれるけど、なんか食べたらダメなのかなと思って食べない。鮭の皮と一緒かなみたいな。食べたい人は食べればいいし、別に食べれないことがダサくないからいいわよ。食べないな食べない、気分で気分はい食べるんですか、ヤミコさん？いや、ちょっと食べる、うん、でも全部は食べない、うん、全部食べると塩辛じゃない、わかる？一番お前どっちつかずだ、ね、本日皆様にご紹介するのは、戦後の日本の福祉施設で起こった闇深い事件、岡田厚生館事件についてなんです。福祉施設っていうと老人ホームとかってこと？まあ、今の時代でいう福祉施設っておっしゃる通りのイメージが多いんですけど、うん、戦後の日本ではまた違ったんです。この岡田厚生館という施設はですね、戦後の日本の街で溢れていた不老者を支援するための施設なんです。なるほどね。まあ、戦後ってなるとそういう方も多そうよね。まあ、その時はかなり必要だった施設ってことよね、うん、まあ、本当にね、表向きはね、社会のためとか世のため人のためって感じなんですけど、うんうん、実はね、裏の顔は全く別のものだったんです。黒い噂の館。1949年2月、岡山県吉備郡岡田村。すいません、どなたかいらっしゃいませんか？村外れの農家の扉を叩いてきたのは薄汚れた作業着の男。男は時折咳をしながらかすれた声で家の中へ呼びかけます。間もなくして扉を開いた一人の年配女性。彼女はみすぼらしい姿のその男にまじまじと視線を送った後、けげんそうに尋ねました。どういったご用でしょう？実はこの裏にある福祉施設に入れてもらいたいんです。どうすれば入れるのか知っていたら教えてもらえませんでしょうか？農家の裏には白壁に囲まれた大きな建物が。その建物は不老者に住む場所や食事を提供している岡田厚生館。この時期に建てられた福祉施設の中では設備や入居者の扱いが特によく、模範的な施設として新聞で紹介されるほどの場所でした。なんかもう評判良さげだけど、これでなんか裏があるの？まあ、そうなんですよ、うん、ただその説明の前に、戦後のね、福祉施設っていうのあんまイメージつかないと思うんです、うん、しかもね、今回はね、福祉施設って言っても不老者の収容施設なわけなんで、まあ、一体どんなものだったのか見ていきたいと思います。というわけで本日のメトラーキーワード、戦後日本の不老者問題について。太平洋戦争直後の日本では、職を失った人、戦地から帰国した人、兵役を解かれた兵士など住む場所に困る国民が続出。全国に不老者があふれる深刻な事態となっていました。貧しさから犯罪に手を染める者も珍しくなく、治安の悪化を懸念した GHQ は全国62カ所に不老者のための施設を設けるように指示したんです。岡山県には約2000人の不老者がおり、安定した生活を求め岡田厚生館を訪ねてくる人が相次ぎました。岡田厚生館では食事や住居のほか、館内で仕事をすれば報酬も用意されており、社会復帰を目指す人たちにとってはこの上ない環境だと評判だったんです。施設の近隣の農家を訪ねると同時に、岡田厚生館に入りたいと申し出た男。農家の女性はその言葉を聞いた途端、辺りをさっと見渡すとこう言いました。とにかく家の中に入りなさい。そして男が家に上がると、温かい番茶とおにぎりを一つ差し出したその女性。同時に彼女は険しい表情でこう言ったんです。あの施設に入るのは絶対にやめた方がいい。女性の言葉に不思議そうに顔を上げた男。女性は続けていました。あそこの従業員が毎日夜が明ける前にこの家の前を通って山へ登っていく。その男たちは山に死体を運んでるのよ。え、何？
山に死体運んでるってさ、うん、それって人亡くなってるのを隠蔽してるってことなんじゃないの、うんうん、まあ、そうかもしれないですよね。そしてね、農家を訪ねてきた不老者の男は岡田厚生官にそういったね噂があることを知っていたんです。やはりあの男の話は本当だったか。農家の女性の話を聞き、何かを考え込むような素振りを見せた不老者の男、その様子は単なる生活苦だけで岡田厚生官への入居を望んでいるようには見えませんでした。それもそのはず、この男の正体は不老者に扮した新聞記者大森実。大森は岡田厚生官への潜入取材を行うつもりでいたんです。きっかけは数日前、大森の元に飛び込んだ一人の男のリークでした。その日新聞社を訪ねてきたのは北川東一郎という男。汚れた衣服に身を包んだ彼は応対した記者の大森にこんな話を切り出しました。私は日雇いの仕事をしながら全国を放浪している詩人なのですが、先日まで割のいい仕事があると誘われて岡田厚生官にいたんです。岡田厚生官の職員は食事や宿泊施設を用意しており、館内の作業で1日300円が支給されると話し、北川を施設に勧誘しました。この時代の300円は現代でいう3000円ほど、食事と宿付きなら不老者にとっては好条件だったんです。北川はすぐにその話に飛びついたのですが、施設へ入居してみるとその実態は大きく違っていたんです。入居者は1畳のスペースに2人がすし詰めにされている過密状態、衛生状態の悪い施設内には結核や皮膚病が蔓延しており、治療は自称医師の老婆が患部に塩をすり込むだけ、食事は雑炊のような溶けかけた米が7粒ほどと大根の切れ端1つ、それらは悪臭を放っており、とても人間の食べ物とは思えなかったといいます。前情報とは違う劣悪な環境に岡田厚生官では脱走者が絶えませんでした。各有北側も先日施設を脱走してきたうちの一人、しかし私は逃げられただけまだ運が良かったんです。北側のように無事に脱走できた人はごくわずか、連れ戻された脱走者にはさらに悲惨な仕打ちが待ち受けているというんです。そこから新聞記者のチームは北川の証言をもとに岡田厚生官の取材を開始。不老者に扮した記者の大森は近隣農家で話を聞いた後、早速施設職員が遺体を運んでいると噂される裏山へ向かいます。するとそこにあったのは簡易的な焼却炉とその周囲に散らばる骨らしきものの破片。噂は本当だったか。さらにこの次に飛び込んできた情報から大森は北川のリークが全て事実であることを確信するんです。その情報とは、同行したカメラマンが施設の一部を隠し撮りした写真。そこに映されていたのは檻に入れられたあばらむき出しの収容者たち。写真を目にした大森の意思はすでに決まっていました。これは潜入取材するしかない。そう、大森は自身が不老者に扮し実際に施設へ入居しようと考えていたんです。死人が続出するとされるその施設への潜入はあまりにも危険に思いましたが、大森は頑として上司を説得、決死の潜入作戦が決行されるんです。大森さんかなり正義感強い記者じゃない、うん、それがゆえに何知っちゃったら逆に消されちゃったりするんじゃないの、大丈夫？そうなんですよ、かなり危険な計画だったんです。それでも作戦を決行した大森は施設の中で一体何を目撃するんでしょうか。福祉の名を借りた悪魔。1949年2月16日、新聞記者の大森はもう一人の仲間の記者と共に岡田村の警察署を訪れていました。そして警察署の中で彼らと話をしているのは岡田厚生官の職員。潜入取材が決まってから取材チームは岡山地検倉敷署の協力を取り付け、警察から直々に入所手続きが行われることになったんです。二人で駅前をうろついていましてね、施設への入所をお願いしたいんです。農家の庭に転がっていた炭で顔や体を汚し、ボロボロの衣服を身にまとった大森と仲間の記者、職員はその姿を見るとすぐに2人を施設へ迎え入れました。一方で建物へ足を踏み入れた瞬間、職員は心臓が縮み上がるような質問を大森たちに投げかけるんです。お前らスパイじゃないだろうな。その言葉はそのまま施設の内部で公にできない行為が行われていることを言い表していました。そこから大森と仲間の記者は柄の悪い職員数人に囲まれ厳しい尋問を受けることに。やがて嫌疑が晴れるとようやく施設の中へ通されるんです。いやもうこれすでにさ、福祉施設の雰囲気ではないわよね。マジで本当バレちゃったら、下手したら本当殺されちゃうんじゃないこのまま、まあ、生きては帰れないでしょうね。そして施設の中で大森たちは噂通りの光景を目にするんです。
結局大森は仲間の記者とは別々の部屋に入れられることに。そして職員が案内したその部屋の様子に彼は思わず絶句。下手すれば聞いてたよりひどいぞ。大森が通されたその部屋の広さは6畳ほど。その中にはなんと40人以上の収容者が閉じ込められていたんです。施設で配られる食事も脱走者の北川が話していた通りの内容。くせえ、こんなものとても食べれないぞ。吐き気を催す悪臭を放つ雑炊を前に顔をしかめる大森。すると隣にいた収容者の男はささやくようにこう言いました。我慢して飲み込め、食わなければ死ぬだけだ。第一院第二作業場に送り込まれたらおしまいだ。男の言うようにこのおから厚生館には第一第二第三と3つの作業場があり、大森が配属されたのは第三作業場。そこは優秀とみなされた収容者が集められる環境的には一番マシな作業場だったんです。おいお前ら服を脱げ。就寝時間を迎えると脱走を防ぐため揃ってパンツ1枚の状態にされた第三作業場の収容者たち。布団の代わりに与えられるのは粗い麻の布1枚で、とても眠れるような環境ではありません。消灯された部屋の底かしこで響く体をかきむしる音。中にはかきむしりすぎて死んでしまう者もいるほど収容者の誰もが深刻な皮膚病を患っていました。これで一番マシなの？これも他の作業場どんなことになっちゃってんのよ。これね、本当に冗談抜きで第一第二作業場の人たちは死んだも同然の扱いなんです。記者の大森は職員たちの目を盗み第二作業場を覗きに行ったこともありました。するとそこには死体のように動かなくなった約200人の収容者が。かろうじて生きてはいるものの自力で立ち上がることもままならない彼らは30、40にも重なった状態でその部屋に横たわっていたんです。このようにどこをどう見ても模範的な施設とは呼べないおから厚生館ですが、世間から評価されていたのは、公表されていたのが第三作業場の様子だけだったから。その第三作業場でも視察が入る際には体裁を繕うための工作が行われていたと考えられます。外部に情報を漏らされることは施設において絶対にあってはならないこと。劣悪な環境に耐えられず脱走を試みる者が1日5人は出ていましたが、そうした脱走者は即座に捕らえられていました。施設の職員はとにかく脱走者を出さないように脱走を知らせる非常ベルなどを設けて監視を徹底していたんです。捕らえられた脱走者はバットで散々に殴打され、時として死んでしまうことも。これ以上ここにいたら俺もどうなるかわからないな。大森は当初1週間の潜入取材を予定していました。しかし施設の壮絶な実態を前に2日目にはそれ以上の潜入は危険だと判断するんです。そして脱走しようなんていい度胸してるじゃねえか。1949年2月18日、その日脱走を試みた大森と仲間の記者は非常ベルで駆けつけた十数人の職員によってすぐに捕らえられてしまった。そこから施設の事務所へ連れてこられた大森と仲間の記者。脱走者か、痛い目に遭わせてやれ。捕らえられた2人を前に淡々とそう言い放った館長。職員たちは拷問用の武器を持ち出し不敵な笑みを浮かべる。大森たちも監視の厳しいこの施設からの脱走が容易ではないことはよく分かっていた。そしていざ自分たちの身に降りかかろうとするその罰を前に、潜入取材がどれほど無謀なことだったかを思い知らされていた。いや、そうではなかった。我々は新聞記者だ。直にここへ警察が駆けつける。観念しろ。そう叫ぶと同時に事務所内の電話をつかみ、近隣で待機している取材チームへのダイヤルを回す大森。そう、彼はむしろ事務所へ連行されるその瞬間を狙っていた。やがて取材チームが到着し、施設内はフラッシュの嵐に包まれた。すごい、これも映画みたいな展開じゃないこれ。本当にね、成功するかどうかわからないギリギリのね作戦でしたよね、うん。まあ、命をね落としかねない状況下で、本当に勇気ある行動でした。これはこうして新聞記者2名による決死の潜入の結果、おから厚生館で行われていた残虐非道な行為の数々は白日の下にさらされることに。しかし館長の泣田康夫はこの後に及んで不正の事実を真っ向から否定。私は皆さんの親であり先生なのです。親がこう叱るのは日本古来の伝統です。私が悪事を働いたと思うのであればここで手を挙げてください。記者会見を開くとその場に収容者たちを集め、涙ながらにそう語ったんです。そして収容者たちは重苦しい沈黙の中、誰一人として手を挙げませんでした。そう、収容者を恐怖で支配していた泣田は彼らを利用して新聞社の非難をごまかそうとしたんです。しかし新聞社が揃えていた施設内の証拠写真や証言を前に、もはや何を言おうと悪あがきに過ぎませんでした。その後警察が捜査を進めると、館長の泣田は県から支給される収容者の生活費を横領していたことが判明。とにかく多くの収容者を迎え入れて補助金を増やし、実際はろくに食事も与えず、館長自身が私腹を肥やしていたんです。裏山で燃やされていた遺体は館内の虐待で死亡した収容者のもの。
来は医師が死亡届を作成しなければなりませんが、施設職員が死亡届を偽造、施設で亡くなった収容者は供養されることもなく焼却炉の周辺に埋められていました。こうして迎えた1950年2月28日、業務上横領、私文書偽造の罪に問われた館長の泣田は懲役1年の判決に、その他収容者の虐待行為に加担していた職員に下された判決は懲役6ヶ月から8ヶ月。時代が時代とはいえ、多くの命を奪った事実に対しては軽すぎる罰でした。事件後、岡田厚生館は岡山県吉備寮と名前を変え運営されていましたが、1957年に廃止。福祉の名を盾にした最悪の搾取虐待事件は慰霊碑によって今もなお語り継がれているんです。